温泉で色が違ってるよ、ほら。いや、いいね、風情があるね。え、どこですか？桃の鹿で。桃の鹿でもよく見た、鹿。鹿。あ、男の風景。一応今日私の。こんないい風景。蒸すと。これで、ここで何、どこ行けるの？どっち、ちょっと行ってみる。行くか。橋をちょっと渡ってみましょう。橋渡って。こっち側から行けるの？うわー、すごい。足湯見たい。うん？足湯足湯見るか。じゃあ、足湯見たければ、これ。うん。湯もみする、湯もみ。そうだね。そうだね、かもしれない。だから当時の雰囲気を残してるから。うん、そう。どう、怖い？おお。なんでここまで来てやめんの？何揺れてるよ。やめるか。え、何？やめるか。やめないよ。まだスタスケスケだよ、ほら。いや、そうだ。行こう、大丈夫だよ。行かないってなくないよ。行ってこうよ。
持ってね、コロコロコロって転がってくるのを食べる。穴の周りが汚いよ、ブーちゃん。もういいけど、ほらほらほら、あれかわいい。あ、子猫座りしてる。これかわいい。子猫座りしてる。あ、ほんとだ。いろいろいる。リスみたい。あ、ほんと、奥リスみたい。寒いだからね。お牛さん。お昼。まったりしてるね。これ食べずにね、1個省こしてみる。濃いね。近くね。じゃあもうちょっと見て。中がどうなってるか。変なもの使ってる。なんか細ったくなった。はい、いいや。はい、本日のお馬さん。いつきくん、いつきくん。ちょっと食べたいね。いろいろ書いてあるよ。これどうしようってるの？うん、つければいい。もうなんか味付けに使うんじゃないの？あんま食ったことないじゃん。あ、そうだね。こっちにも。カエルちゃんいっぱいだね。あー、すごい、大好き大好き。あ、カエルがいっぱい。カエルが。猫もぶら下がってるし。売れてます。なんか最近カエル、カエル。こっち見せて。かわいい。ポピン。コーンとかいいね。ヨダさん？ヨダさんってなんで？あ、グッドモーニングだ、本当だ。あ、グッドモーニングでやったんだ。
3